オーストラリアエイブラムス戦車49両をウクライナに供与へ。第47機械化旅団に待望の補充。オーストラリアはウクライナの戦争努力のために余剰の M1A1 エイブラムス戦車49両を供与すると表明した。ウクライナにとってまさに絶好のタイミングでの支援になる。というのも、米国製のこの戦車をウクライナ軍で唯一運用する部隊である第47独立機械化旅団は戦闘での喪失で戦車が不足しているからだ。エイブラムスの供与はおよそ2億4500万オーストラリアドル、約245億円相当の新たな支援パッケージの一部である。17日からブリュッセルで開かれる NATO 国防総会合で、オーストラリアのパット・コンロイ国防産業相がウクライナ側に直接伝える予定だ。コンロイは供与する M1A1 について、ウクライナ軍の火力と機動性を高めるとともに、我々のパートナー諸国によるウクライナ軍機構部隊への支援を補完するものになると述べている。乗員60トン強、乗員4人のこれらの M1A1 はオーストラリア陸軍の機構部隊が今年新型の M1A2 を導入したのに伴い退役した。譲渡を仲介したウクライナ在住の防衛コンサルタント J.C. ドットソンはオーストラリア放送協会 ABC に、ウクライナに引き渡される M1A1 はまだかなり良好に稼働する状態だと語っている。ウクライナ当局は昨年から旧型 M1 の譲渡を働きかけていたが、オーストラリア側は新型が届くまで手放すのを保留していた。エイブラムスは米オハイオ州で製造されていて、他国が輸出するには米政府の許可を得る必要がある。オーストラリアとウクライナの取引が噂され始めてから発表まで1ヶ月ほど空白期間があったのも、米側との手続きのためだったのかもしれない。オーストラリアから M1A1 が届いた後、ウクライナ軍がそれをどうするかは予想がつく。まず対戦車ミサイルなどから防護するため、追加の爆発反応装甲を戦車に装着し、ドローン対策の軽自装甲やジャマー、電波妨害装置も取り付ける。その上で、これらの戦車の一部、もしくは全部を第47機械化旅団唯一の戦車大隊に配備する。第47機械化旅団の戦車戦力は半減している可能性があった。第47機械化旅団は2023年初めに米国が供与を表明した全31両の M1A1 を同年秋の南部での戦いから使い始めた。以降、南部や転戦した東部での1年にわたる激戦で少なくともうち8両を撃破され、さらに8両が損傷している。ウクライナ軍の外国製装甲車両でよくあるように、損傷したエイブラムスの修理にも時間がかかっているとすれば、第47機械化旅団の戦車戦力は半減している可能性もある。オーストラリアから供与される49両の M1A1 によって、第47機械化旅団は戦車の喪失を完全に補充できる。余った分で2個目の戦車大隊を編成できるかもしれないし、あるいは今後の喪失に備えて保管するのかもしれない。ちょうど第47機械化旅団は装備を整え直すのに良い機会を得ている。1年以上にわたって戦闘を続けてきた2000人規模のこの精鋭部隊は、先月ようやくローテーションで大半の大隊を前線から撤収させることができた。その後、残存するエイブラムスとその乗員が訓練施設で120ミリ滑空砲の射撃練習を行っていることが映像で知られている。ただロシア軍が1年前に東部で始めた攻勢は勢いを失っていない。第47機械化旅団はできる限り早く前線に戻るに違いない。その時にはすでにオーストラリアからやってきた多数の戦車を引き連れているかもしれない。11カ国が協力して北朝鮮制裁モニタリングチーム誕生。
ロシアの拒否権で解体された国連パネルを代替。国連安全保障理事会、安保理傘下の北朝鮮制裁委員会専門家パネルに代わる新しいモニタリングメカニズムが誕生した。同パネルは今年4月、常任理事国であるロシアの拒否権により、発足から15年で解体されていた。韓米日をはじめ、計11カ国が参加する多国籍制裁モニタリングチーム MSMT で、従来のパネルが遂行していた北朝鮮制裁履行監視やモニタリング報告書発刊などの役割をそのまま受け継ぐ。16日、韓国外交部のキム・ホンギュン第一次官は、訪韓した米国のカート・キャンベル国務副長官、日本の岡野正隆外務事務次官をはじめ、8カ国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの中間大使とともに MSMT の発足を発表した。この日3カ国は共同声明で、国際不拡散体制を守り、国連安保理決議を違反した北朝鮮の大量破壊兵器と弾道ミサイルプログラムの脅威に対処するための努力に志を共にすると明らかにした。続いて、新しいメカニズムの目標は、制裁違反や回避の試みに対して厳格な調査をもとに情報を公表することによって国連の北朝鮮制裁の忠実な履行を支援することと強調した。当初、韓米日は新しいメカニズムを総会参加など国連内部に置く法案も考慮した。だが、この法案は国連の権威を確保することができるという利点はあるものの、創設に相当な時間を要する場合がある。外交部当局者は、北朝鮮に対する監視体制の空白を直ちに解消しなければならないことで共感を形成した。そして、国連外部に代替メカニズムを設立することで意見が一致したと説明した。これに対し、キム次官は、今後 MSMT の国連傘下監督機構化の可能性について、国連体制内で北朝鮮制裁履行を監視する法案も引き続き検討していくとしながら、MSMT は今後、より多くの国家の参加にオープンだと話した。一方、三国時間はこの日、北朝鮮が最近、韓国無人機が平壌上空に浸透したと主張して、南北をつなぐキョンウィソン、トンヘソン道路を爆破したことについて、意図的に緊張を高めてはいけないと糾弾した。キム次官はこの日、記者会見の冒頭発言で、このように明らかにした後、北朝鮮の挑発に対して、固い韓米連合体制を維持しながら、断固として対応し、韓米日は緊密な協調を通じて、安保協力を強化することにしたと述べた。続いて、三国は地域と欧州の平和と安全保障を深刻に阻害する盧朝間の無法な軍事協力を強く糾弾するとしながら、ウクライナに対する韓米日の連帯と支援意思を再確認したと強調した。モスクワでロシア軍将校が射殺される。ウクライナ戦争から最近帰国、被害者は GRU 高官か。ウクライナ戦争から最近帰国したロシア軍将校がモスクワ地域で殺害されたと国営タス通信が16日伝えた。司法当局によると、組織的な犯行と見られるという。タス通信は警察筋の話として、被害者は待ち伏せにあったようだと伝えた。ロシアのメディアは被害者についてニキータ・クレンコフさんだと伝えた。独立系ニュースメディアは、クレンコフさんについて、ロシア軍の情報機関である GRU の高官だとしている。被害者の身元は公式には確認されていない。タス通信によると、被害者は車を運転していたところ、運転席側の窓から銃弾3発を受け死亡した。車は走り続け、住宅のフェンスに激突したという。